さあ、4面だ。砂漠だっけ、ここ。4面は砂漠。ああ食べないで。これ壊せんじゃない？えい。ああ、いける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 。壊せる壊せる。一応安全地あるけど、こうやって、ロボみたいに、ロボの時みたいに攻撃することはできるね。無敵判定をね、存分に使ってこうや。いいね、このパワフルさ。こっちに何、来ようがこうよ。来ようがこうなのよ。来ようがね、跳ね返してしまうのが、え？あ、ちょ待って、Y でヒーリングして、まずは。雇用がね、跳ね返してしまうわけですよ、こうやって。これはまあ明らかにメタナイトの強みだな。メタナイトのギャラクシアンのソードはさ、それ並みの破壊力を持ってるって、ロボ並みの破壊力ってこと？お！風吹いてる中、中ボスだ。あ、お前か。風吹いてる中が、いいだろ。割と早期決着いく。カウンター気味にこれを貼って、まあまあまあ、避けれる攻撃は避けていく。ガードした時のダメージがでかい。痛えなー、潰された。うわうわしゃがむ。あ、やばい。この位置まずい。動けないこの位置がすごく嫌。これが、一番いいのかな？マッハトルネードが一番良さそうだな。うん、マッハトルネードが強いね、素直に。マッハトルネードをもっとガンガン使っていった方がいいのか。お、これは、向こうとこっちを行き来するためのものだね。あっちにも攻撃できるから、これで、壊して、ベルトコンベアと一緒についていくわけだ。電池と一緒にね。届かないんだけど。ちょ、届かない。こうか。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。三つ目はステッカーになるんだね。じゃあ、ここで待とう。ステッカーになった。じゃあ、これいらない。あげる。受け取れよ。素直に。よし。さあ、ベルトコンベアが中心にあって何が来んの？ズビア！いた！ズビア苦手なんだよな。しかもメタナイトで、禁止しないといけないでしょ？この少々動くやつに、近接しないといけないから、シャトルループだな。鍵はこのシャトルループか。シャトルループ。シャトルループの無敵時間を利用していこう。ズビはまだちょっと苦手なんだよな。動きが。終わり際、シャトルループは終わり、出始めに無敵。どうしてもご利用しになっちゃうな、これ。苦手だな、ズビアは。シャトルループ。シャトルループ。痛い。シャトルループ。オッケー。これでいい。よくはないけど。よくはないけど、これでいい。うわ、ここ覚えてる。ここ死んだとこだ。吸い込んで死んだとこだ。まあ、そうね。同じ手は何度も食わんよ。なんせメタナイトだからさ、それに悩まされることはないと言っていい。危なかったもう悩まされるところだったわ、同じカラクリに。え？あ！テレパトリスかー。テレパトリスかー。とりあえず足場の確保最優先。テレパトリス。大丈夫、シャトルループでいける。こいつもシャトルループで、安全に倒せる。相手では R。
シャトルループして、シャトルループして、おー。で、こっち来るから、シャトルループして、シャトルループがね、強いね。シャトルループして、シャトルループして、シャトルループ。オッケー。メタナイトとしてはどうなんだって話だけどな、同じ技ばっかり使わせやがってみたいな。え？あ！助けてシャトルループ、ほい、シャトルループ。はい、気をつけるのはこっから。はい。ゆっくり。ゆっくりだ。さっきはひどかったな。あんなことになるとはもう想定してなかった、俺。じゃあ、一心同体だね、今度は。一心同体。はい。やったことあるから大丈夫。一心同体でね、動いていくぞ。一心同体。さあ、キブロ倒す。一心同体。二人でね、進んでいく。メタナイトがすれば、あのロボなんだみたいな。カービィと似てないんだけど。カービィに似せたロボットだからさ、似てないんだけどね。さあ、ここからだ、問題は。ここからが問題だ。飛べ！よし。飛べ。で、これで OK。君の役目終わったんだけど。まあ、持ってくか。このハンマーさ、どうせ壊せんでしょ？イェーイ！メタナイトなら壊せるってわけな。おー、いいね。気持ちいい。ロボほどの爽快感はないけど、それでも気持ちいいな。環境破壊は楽しいぞい。お！てて。曲が変わった！グルメレース！グルメレースアレンジになってる。いいな、これ。ちょっとせかされる。なんかちょっとせかされるのが嫌やけどね。割と、だから、知ってる曲、自分でも知ってる曲ってことは相当だな。とりあえず、これを壊して、さっきの、これ食べられたくないから、ちょっと、こんなやろ。これ、こうやって壊せるから、宝箱あんね、あそこに。わかりやすく。だから、これは、そうだな、向こうから持ってきた方がいいか。あ、そもそもの問題で壊せるわ。あれはどう壊すんだ？多分、こうだね。もっと早くってことね。で、これで宝箱取れるわ。じゃあ、中身は多分、分かってたんで、ヒーリング先使っておこう。え？あー！ブロッキー！この前はすまんな。で、地味に上に障害物あるから、上に避けること考えちゃダメだってことがあんまり上には受けられないね。無敵時間のある攻撃で、ごまかしていこう。無敵時間のある攻撃で、あー帰ってくんの？ペラペラー！無敵時間のある攻撃で、いなしていこう。こっちよ。帰ってくる。え？落ちてくるか。こうして、まあこれは、倒れてく。早かったわー。想像してるより早いわ。終わりよ。オッケー。お！来たねー。さあ、4面のボスもある意味スージーなんだけど、
確か4面のボスってさ、ギャラクシア、あれだよね、メタナイトなんだよね、4面のボスって。だから自分と戦うことになるんだけど。メタナイトが改造されたメタナイトでしょ確か。自分と戦うことになるぞ。でも、うん、そうだわ。本当にそうだわ。自分と戦うんかい。強化量産メタナイト。あ、量産。量産ってついたわ。ちゃんと。強化量産メタナイト防具。やばいな、それ。ちょっと待って。素直にこいつ強かった覚えるぞ。無敵判定がお前にはないこと。俺にあってお前にはないことは無敵判定でしかない。無敵判定って相当だけどね。おぉ、あ、なに？何してくんだ？あ、衝撃波、追尾衝撃波。で、無敵を生かせ、無敵を生かせ。何してくんだ？え？これはこう！オッケー！こっからやな。てか、量産されたんだ。結局、量産されたのね。あなたは。スージーにたちの手によって、割と簡単に量産されたんだろうな。何してくんだろう。うおー！うわー！裏もあんのが正解だな、多分。よし。無敵の構え取って、何してくんだ？奥から攻撃なんてずるいな。お前は無敵判定がない代わりに奥から攻撃できるんだもんな。ずるいよな。やばい、それ。やばいって。やばいって。止めろ、メタナイト。あと少しだ。落ちてくるぞ。これ安全。ここ安全。ここ安全。痛い。はい、終わり。よーし。結局、量産型にされちゃったのね。